どうも、みーつでございます。今回は、カタカムナ薬得点。これをちょっと僕見てきたので、これについて話していきたいと思います。他にもね、この動画の前に話した懸賞に当選しましたとかね、いろんなテーマで話しているんですけども、チャンネルの再生リストにわかりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、この動画もよかったら一回見てみてください。このチャンネルはですね、今回みたいに僕が実際に体験したことを中心にね、紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけどもね。まあ僕ですね、宮城県仙台市のね、仙台メディアテイクで開催されている。まあ、まだ、この動画撮ってる時はね、喋ってる時は開催されてるんですけども、このカタカムナ薬得点っていうものにね、ちょっと、見てきたんですよ。で、まあ、カタカムナっていうのはね、まあ、カタカナのこう語源になった、まあ、そういうような、まあ、超古代文字っていうふうにね、言われているもので、で、この薬得っていうのはね、これまあ、薬得のところにちょっと米印があるんですけどもね。あとこの音もあるんですよね。薬ねっていうんですかね。こちらはですね、丸山先生っていうね、医学博士が20年以上前から色や、形の力に着目し研究しているものです。見たり聞いたりすることで心身を癒し元気にする絵や音楽の魅力を、ぜひね、会場で体験してみてくださいっていう。で、あと紹介できるグッズも、まあ、ちょっと今出していくんですけどね。で、まあ、仙台メディアテイクをちょっと、写真撮るわけにいかなかったんで、どういうイベントがあったかっていうとね、まあ、薬への展示であったりね、これ、写真撮っていいですよっていうことなんで、自由に写真も撮れるんですよ。で、あとね、大型スクリーンで、薬が見れたりね、あとは、音ね、ちょっとカーンってこう、なんていうの、木琴みたいな感じでこう、鳴らせたりね。まあ、あとは、こちらのね、丸山先生の息子さんになるんですかね。丸山、義輝さんの講演会があったりとかね。まあ、あとは、まあ、こういうような感じですかね。いろんな。まあ、こういう様子。まあ、これはチラシなんで、見せて大丈夫だと思うんですけど、まあ、こんな感じで。まあ、あと、スタンプラリーがあってですね。まあ、スタンプラリーをやると、クリアファイルがもらえるんですよ。で、これ、あとちょっと紹介、お見せしていこうと思うんですけど、まあ、こんな感じの、あとこういう傘、ちょっと見えないかな。こんな感じで、こう、薬への傘なのかな、こういうのがあったりとかね。まあ、そんな感じなんですけどもね。でですね、まあ、スタンプラリーもちょっとあったんで、スタンプラリーでね、どういうのが、もらえたのかっていうのも、紹介していこうと思うんですけどね。まあ、あと、こちらのね、丸山先生、すみません、丸山先生がね、丸山、信弘先生とおっしゃるんですね。これ、似顔絵になってますけどね。で、こちらの先生はですね、有害電磁波、まあ、これをなるべくこう除去した方がいいねって、そういう研究もされてるそうなんでね、ぜひこちらの先生、まあ、薬得とかね、丸山先生のこのお名前で、検索していただけるとね、興味持った方はいいのかなと思うんですけどもね。じゃあ早速ですね、スタンプラリー、会場の中にね、こういうスタンプ押すところが4つあってね、それを4つ押すとですね、こういうこうクリアファイルがもらえるんですよ。これね、なんか仕事でこう使ってたら、これ見るたびになんかパワーがもらえそうですよね。これね、こんな感じで、これね、スタンプラリーで、あなたはもらったんだよーって感じでね、こんな感じ、あ、そうだそうだ、こんな感じだ、こういう感じでね、スタンプラリー、これ、4つこうスタンプ押してるんですけどね、まあ、こんな感じで押すと、これがもらえるよっていうことでね、
まあこれちょっと普通に買えるものなのかどうなのかわからないんですけども、まあこれ、カタカムナ薬エテン in 仙台メディアテイク2023ってなってるんでね。まあ、これはなかなかこれに参加しないともらえないのかなと思うんですけどね。まあこんな感じ。ちょっとこれもやっていきましょうかね。それでですね。まあいいかな。あとですね、どういうものが、もらえたかっていうとね、受付に行くとですね、愛情とか健康とかね、あとお金もなんかあったかな、こう4つぐらいテーマがあって、ピンときたカードをね、こう引いてくださいって言われるんですよ。ただね、カード1枚1枚は、封筒みたいな、便箋っていうのかな、に入っていて、何が、どんなカードが入ってるかっていうのはわかんないんですけども、僕がですね、健康っていうね、カードを引かせていただいたら、中にこういうのが入ってて、これも、もらえるんですよ。結構いいですよね。クリアファイルももらえたりね。これも、もらえたりするんですよ。あとですね、僕たまたまその、日曜日の夕方かな？日曜日の夕方。このイベント自体はね、月曜までかな。まだちょっとね、この動画いつ出せるかわかんないんでね、もう4月10日過ぎちゃってたら申し訳ないんですけども、僕が、行けたのは4月の、日曜じゃない、今日だから8日ですね。4月の8日の夕方、行けたら、たまたまですね、丸山先生本人に、まあ、お会いというかね、お見かけすることができたので、で、ちょっと奥様かな？奥様と一緒にいらしててね、拝見することができたんで、まあ、非常にラッキーだったなと思ってるんですけどね。他にはですね、こういうのがこう、もらえたりとかね。これですね、自分に向けてこう、やっとくといいみたいなんですよね。あとなんかこう、体にこう身につけるとかね。だから、まあ、自分にこう向かうような形で、置いとくと、非常にいいのかなと。これ僕ちょっと財布に、入れ始めたんですけどね。財布開けるたんびにこれ見ると、フラワーシャーベットって言ってこれ、非常になんか、いいもののようなんですね。まあ、丸山先生のこの薬への中でも、まあ、代表するようなものらしいんですけども、まあ、あとはですね、こういうハガキ、こういうハガキがこうもらえたりね、各コーナーにちょっと置いてあったりもするんですけどね。こういうハガキが、もらえたりとか、あとは、これ、カレンダー？カレンダー。ちょっと開けてないんで、開けてみます、これ。まあ、もう今ね、4月にはなっちゃってるんですけど、まあね、そんなの関係ねえって感じでね。まあ、小島よしおじゃないですけどね。ちょっと古いかもしれないですけどね、ネタがね。こんな感じでですね。あ、すごいいいですね、これね。あ、しかも、すごい親切、これ。なんか、2022の12月からこう、作ってくれてるんでね、こんな感じで。こんな感じで、あ、すごいいいですね、これね。せっかくだ、ちょっと紹介しちゃいましょうかね、こんな感じで。2月がこんな感じ。3月が、こんな感じね。夏こんな感じ。やっとね、そろそろ、そろそろというか飾れる4月。こんな感じ。5月がこちら。ちょっと光の感じがちょっと見えづらいかな。6月がこちらで。7月、こういうの僕結構好きなんですよね。7月がこんな感じ。8月、9月。あ、これもすごい素敵ですね。9月光っちゃってますけど。10月、これもいいんですよね。なんかこれ、健康に良さそうですよね。フォローっていうらしいですね。他人の言動や行動によって、ハートが傷つかないようにしてくれる、薬絵ですと。心臓や首の後ろに貼ると良いでしょう。あ、いいですね。胸部の不調や他人の心ない言動やストレスフルな行為などの
心的要因などからハート、かっこ心臓が傷つくことを守ってくれますと。心臓や首の後ろに貼ると、良いでしょうということですね。フォローということですね。こちらがさっきあったね、これね、フラワーシャーベット、フラワーシャーベット。これの意味がね、清廉純真、清らかな愛を育み、誠実な人との関係をより深いものにしていきますということでね、まあ、より今の時代にね、嬉しい、薬へかもしれないですね。あとは、オリンポスということでね、神々や高次元の存在とアクセスしやすくなる薬へですということでね、ぜひこれなんか待ち受けにもしたような感じですよね。これで終わりということなんでね、よかったらこういうのもありますのでね、ぜひ丸山先生、丸山、信義、信弘先生ですね、ごめんなさい、丸山信弘先生ということでね、ぜひこちらの方もね検索してみてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ、またね。すごいパワーもらえますよねこれね、よかったら検索してみてください。バイバーイ。